イムミュージックデベロップメント。ゆっくりと目を閉じてください。小さく、だんだんと大きく、呼吸を深めていきましょう。ゆっくり、ゆっくりと、呼吸を宇宙と同期させるのです。視界には何もないはずなのに、何か小さな光が見えてくるはずです。それは、あなたが生まれる前の記憶。星の間を飛び回っていた頃の記憶。進化する前に水面を照らしていた記憶。あなたが息を吐くたびに、それがゆっくりと芽吹いていきます。あなたの中に光があるのです。それがゆっくり、ゆっくりと大きくなっていくのを感じるはずです。何言ったん？光の一つ一つがあなたに話しかけてくるのが聞こえるでしょう。キラキラとしたささやきがあなたを形作る粒子となって細胞が輝き始めます。あなたの血流に乗って輝きが体を巡るのです。そしてあなたの細胞の輝きが行き着く先、それが子孫、未来へと希望をつなげる金玉なのです。神が世界を作りたもうた時、7日で世界を作り上げたと言います。光あれ、その言葉を合図に世界はごう音と共に形作られ、この大地にアダムとイブが最初の命として降り立ちました。ほら、あなたにも見えるでしょう。そうです、そのアダムとイブこそがあなたの金玉なのです。何言ったん？世界の安寧を願い、思いを捧げるとき、あなたは静かな悟りを開きます。悟りを開き、生まれ変わったあなたの金玉は大きく世界に根を広げ、光を集め、七色の輝きを放ちます。ようこそ金玉キラキラ金曜日。何言ったん？あなたの光り輝く金玉は救いの証。どうか手に取って慈しんで、金玉は真実なのです。込み上げる感情をゆっくりと消化させましょう。何言ってんの？ようこそ何言ってはるん？金玉キラキラ金曜日。何言っとん？ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ツイッターのフォローもぜひ。